ずっとおはようこそ、どうもよしです。スーパーマリオギャラクシー2続きやっていきましょう。あの後ね、裏でやっとこうと思ったんですが、なんか、やめときました。いろいろあるしね。じゃあ、どっちやるか。今回はこっちやるか。ホワイトスノーギャラクシー飛べ。あと上のマップのやつやるか。ここ2個あったよな。これを、溶岩池のクッパー接続か。なるほどね。ほんとだ。あんなところにクッパの雪像があるじゃん。誰が作ったんだろうな、こんな悪趣味な雪像。おっと、待って、そういえばルイージいたんだったな。お前に交代するつもりはないぞ、永遠の2番手。ということで、ファイアーマリオのこれでも暗いな。よし、じゃあこれを破壊すればいいのかな。これは破壊するためにあるのか、何のためにあるんだろう。あ、スターリングだからやっぱり破壊するためにあるんだね。ここはウキウサギの話でも聞いとこうか。趣味良くないね、やっぱり。趣味悪いよね、ほんと。じゃあどんどん破壊していきますか。よいしょ。これは、スターピースね。どうしよう、キューブは無視するか。よ、あれで、ちょ、当たるかな。お前は当たるか。ちょっと時間があるわけか、やっぱり。どこにあるかな。あの雪玉なんかに使ったりするわけ。どうなんだろう。よくわからん。まあでもやっちゃおう。よいしょ。おお、これでも投げれるわけか。で、こいつは破壊して、ファイヤーマリオになってる時間が短いんだよな。じゃあそれ雪像破壊するか。ほらよっと。さあ、オッケー。じゃあ先へ進むとしますか。なんだ、滑り台。あの木のステージを思い出すんだが。とりあえずジャンプしてと。お前はこれ回転すれば、なるほど、落ちるわけか。案外楽なもんだね、こいつの対処方法。ちょっとこうしてジャンプしたいわけなんだが。こうしてドンと。読めたわ。ここをやるんだな。こいつをこうやって破壊すればよろしいわけだ。逃がさんぞ。ほら、ほら。潰されたらゲームオーバーな予感がするので、早めにやっといた方がいいか。ほらほら。うわ、どうだ。間に合え。ダメだ。間に合わねえ。よかった。なんか土管が出てきた。土管に入ってみるか。土管、よかったんだね、入って。よし、じゃあこれはこうして、何に使うわけこれ。大きくして行くわけ。なんだ、こうやって行くのか。ちょっと待って、落ちちゃうね、これ。何、これどう行くのが正しいんだろう。おっと、ちょっとまずいね。ちょっとまずいね。ちょっと思った通りに行かなかった。思った通りに、ちょっと予想を描いたのは、そうやってね、あそこにね、こうやってやりたいわけなのよ、あっちまで。でも思った通りに行かなかったのでね、もったいないことしたなって思う感じですね。で、ここで大きくするのはわかるんだけど、難しいんだよな。なんだよ、スピンで飛ばせるじゃんか。スピンで飛ばせるならそう言ってよ。で、ルートを作ればいいから。で、お前はなんで火のところにね、火はいるんだろう。まあいいや、大体ルートは組めたから、よしとしますか。じゃあ行くとしますか。ファイヤーマリオに変身してから、あのクッパの雪像を破壊してやればいいですもんね。ほら、はい、スターかよ、これで。なんだよ、案外単純なステージだったな。よし、じゃあゲットしますか。ファイヤーマリオのままゲットしたら、やっぱ解除されるのね。はい、ということで、スターゲット。28でスターピースの持ち帰りでと。ちょっと待って、電話が鳴ってる。ちょっと待ったな。よしと。じゃあ高校範囲広がったのね。おや、なんだ、いたずら彗星。お、彗星メダルのようやく効果が現れるところかな。
ああ、そういうことだ。ほうほう。なるほどね。これもやり込み要素の一つだな。じゃあやっていこうか。ここやるか。はい、じゃあいたずら彗星はどんなやつかな。楽しみだ。おお、こういう感じの警報が鳴るわけね。じゃあやっていきましょう。空中庭園の黒い影。空中庭園の黒い影かな。影が追ってくるステージ。なるほど、だいぶ変わっちまってんな、これは。これは、ちょっと集められたりはしないか、まだ。あ、あるか。いける？おっと、なんだっけ、まあ、かけらだよな。これ、おっと、こっちには行くルートになってるのか。スターリングのかけらだ。ああ、やっぱりあんな感じに追ってくるんだな、影が。急いで行かなきゃダメそう。よっ、これはどっち行けばいい？まっすぐはいけねえから。あ、いた。こっちか。バイビーっと。さらば影たちよ。死ぬがいい。で、これは今度はどっち行けばいい？こうやって上に行くのかな？ここでも、まあ、影のステージってわけか。これ上、それ以上はいけないからな。よっ、じゃあ。よいしょ。やつらも真似するから鬱陶しいな、なんか。スピードを緩めたりしたらやられちゃいそうなので、よいしょ。飛んでくるんだな、やつらも。なんだか、スターピースがたくさんもらえて嬉しいんだか嬉しくないんだか。早いな。なんだ、こんな感じのステージなのか。アウト。あっという間に集まっちゃったね。よし、じゃあゲットしますか。ということで、スターゲット。うん、29個目。で、スターピースも結構集まったね。またいたずら彗星が、そっか。いたずら彗星はどうしよう。動画でやっていくのもあれだしな。裏でやっとくよ。うん。で、なんかいけるようになってるんだよな。ここ28個集めたから。どうなる？で、ここから。なるほど。そうやっていけるようなステージか。もういいや。今はいい。で、こっちやろう。ゴーストコンベアギャラクシーか。やってみるか。おい、戻ってどうすんだ。戻るんじゃない。じゃあ進む。どんな感じなんだろうな。ああ、そういえばあれゲットしてねえや。彗星メダルもね。彗星メダルもね、裏でやっときます。意識してなかった、そういえば。うん、照らして進んでお化けの隅か。またヨッシーのあれか。なるほど。これは、うん、ゲットはできないわけか。いや、進んでいこう。動く床か。動く床でも別に問題はねえんだけどな。よし。で、こうやって。これは、あ、こうやってスピンすれば当たらなくなるのね。踏み潰すことも同じか？やっても変わらなそうだな。じゃあ、こう置いて。これは、あれだな。ワンナップ機能がたくさん取れるだけだし、いや。これは消える、床とつながる、そういう感じだな。危ねえ。ああ、こうやって行くのね。はいはい。こうやって。安全に行きたいんだけどな。安全とは言い難い。どうもね。うん。じゃあ、ここはジャンプして。行きますか。よっ。おっ。アウチ。で、ここはこうやって。なんだよ。こんなところに、コインか。前先進もう。このジャンプが一番早いんだよね。やっぱりしゃがみジャンプがね。64のあのケツワープみたいなもんか。いやー、あれもまあ、あれと同じか。ケツジャンプしてるのは。で、これいつになったら進むわけ。あ、よかったよかった。で、こうやって待って。待ってない。待ってないんだけど、早くしてくんねえか。いつになったら先へ進めるようになるんだ。長かったねー。お、お前らダメだ。で、これはこうやって、行けばよろしい？うん。こんな感じだな。でも
ちょっと待て。どうやってあっちに行くんだ。え、ああ、出るのね。あ、水星ミダルだ。ここのは見当たりやすいのにな。さっきのステージのやつはどこにあるんだろうね。おーい、マジか。はい、戻ってきたはいいものの、ダメージを食らってしまいましたね、途中で。やれやれ。なんてこったい。これこのまま戻れるかな？あ、いけるね。こいつ踏み潰せなかったんだよな。で、これはヨッシーを使うんだよな。で、ヨッシーをこうやって、これは何ヨッシーになるんだ？ライトヨッシー。こんな感じで照らしていくのね。で、持続していかないと危ないから。コインだな。コインは別にいいや。で、これは鍵を手に入れろってことか。で、これをゲットして、ゲットした後は先進みたいんだ。おっと、何をしてるんだ？で、ゲット、ゲット、ゲット。こいつは食えない。なるほど。で、先進んでいくしかねえな、こうやってね。おっとっと、危ない危ない。で、食べて。で、ここもこうやって。先進んでいけばいいんだよな、こうやって。ちょっと待って。タイマーが、どんどん簡易が。お前は、な、邪魔するな。危ねえ。で、こう行けばいいのかな？こっちに。もうスターのね、音がするんだけど。で、こうやってやればいいのかな？あ、危ない危ない。よし。じゃあもうゲットだな、スター。よし。じゃあゲットしましょう。スター、ゲット。まさかゲームミスるとはな、やられて思わなかったよ。うん。で、他に何かあったりする？うん、腹ペコチコだな。で、いたずら彗星ね。これはちょっと楽しみだな。はい。とりあえずもこんなもんにしとこうかな。うん。なかなかね、やり込み要素が増えてきたよ。まあ、動画にはしませんがね、その部分は裏でやっておきます。ということで今回ここまでお疲れ様でした。